ご視聴ありがとうございます。予約屋の花澤です。こちらのラブボールという振動式のマッサージボールをご紹介します。こういう箱に入ってまして、この12センチぐらいでしたかね、重さ1キロぐらいです。充電コードと説明書が入ってますね。英語なんですけど、説明書で写真が入ってますので、割と分かりやすく使えるかなと思います。長押しで電源が入りまして、1段階目、2段階目、3段階目、3つの速さがあります。ですとか、目的に応じて、場所に応じてこの強さを変えるようにします。私は今妊娠していますので、一番ソフトな状態で全体に使っていきたいと思います。こんな感じで足裏やふくらはぎ、気持ちよくマッサージできています。ラブっていうのは愛のラブではなくて、擦るっていう意味のラブですね。転がすようにして体重をかけながらマッサージすることで、深部組織にしっかりとコリをほぐすアプローチができます。血行を促進したり、筋肉痛を緩和したり、関節部位ですと可動域を広げたり、あとスポーツをやってる方は怪我の予防ですとか、もちろんデスクワークなどで姿勢が悪くなってしまうとか、凝りが辛いという方にも、各部位に適用してますので、このように後でやっていきますけど、足だけではなくてお背中とか肩首周りにも使うことができます。はい、こんな感じで側面にも使用できます。このいいところは、むしろこうやって自分の体重をかけるとか、転がすようにして使うっていうことをするっていう形になりますので、普段しない体勢や動作ですとか、ストレッチをしながら筋肉を動かしながら緩める、刺激するっていうことができますので、マッサージボール自体の振動がありますので、より深くにより短時間で効果を発揮するっていうことになります。こう気持ちがいいですし、手を使わなくていいので手は楽ですね。で、私が妊娠してるのにこういう振動大丈夫って心配する方がいらっしゃるかもしれませんけれども、医師に確認してお腹に張りが出たりとかやりすぎたりしなければ大丈夫ということでしたので、特にそういうことがなく気持ちよくやれるのであれば、やりすぎなければ大丈夫ですというふうにお返事いただいてますので、何度もやってるんですけれども、今ま
まで、お腹の張りが出たりとか、あの具合が悪くなるということはありませんでしたので、またこの一部位につき数分ずつでケアができるので、まあ、やりすぎるというふうにはなってないので大丈夫なのかなと思います。様子を見てやってますのでご安心ください。パフォーマンスの向上、筋膜をリリースする、筋肉痛、神経痛などの痛みを和らげる、まあ、様々な効果があるようです。まあ、血行を良くしますので、肌の老化を、コラーゲンの生成を促して若々しい肌にしたりとか、まあ、ストレスを和らげて、あの不眠の解消改善につながるとか、あの体だけ、筋肉だけではなくて心身に広いいい効果が認められているんですね。マッサージっていうのは認知症ですとかね、その老化によるトラブルを予防改善するのにも効果があるとされているようです。なので、あの本当に、年代ですとか生活習慣に、さまざまなね、世代の方、老若男女におすすめできるものかなと思いますね。習慣としてセルフケアですとかマッサージを受けるっていうことはいろいろなメリットがあります。手頃にね、気軽に効果的にできますので、私たちの日常動作ってどうしても手を使うことがとっても多くなっていると思いますので、自分でこのように加減を見て、全身に使えるっていうのは非常に使いやすいというか有効だなと思いました。今コロナの影響でね、お家で過ごす時間増えてると思いますので、なかなかお店に行きづらいっていう時にも、お家で自分では手が届きにくいところをしっかり刺激できる、やっぱりまずは自分自身で自分の体に興味を持ったり、把握をしたり、いろいろな動作、まあ、刺激をしてみて、体の感覚をつかむとか、体の状態を知る、興味を持つ、変化を見るっていうことができることがやっぱり望ましいので、すごく手頃で有効な健康美容のアイテムではないかと思います。はい、まあ、今こういう形で撮影のために30分ぐらい体の、まあ、いろんな部位をにボールを当ててみました。すごくね、すっきりしました。結構本当にリラックスができたんだと思いますね。リラックス、リフレッシュ。私最初にちょっと息が上がるような感じが出てしまってたんですけれども、まあ、妊娠中特有のなんですかね。前の時も私あって、あのまあ心配なほど支障が出るほどではないんですけど、ちょっとまあ息が上がりやすいっていうのがあったり、高血圧気味かもっていうのがちょっと心検査で一回出て、まあ、あの再検査測り直しをして大丈夫な数値だったので、様子見ですねぐらいの感じなんですけど、年齢もね、今40歳になって、でもなかなか運動習慣もないし、このねマッサージボールぐらいだったら少しずつやれて、気になるところをね
気軽に短時間で効果的にほぐすとか温めるっていう風に、まあ暖かくなるっていうのではないんですけど、まあ、血行が良くなるので、なんとなく少し終わると体が温まるっていう感じですね。まあ、太りすぎを防ぎたいっていうのもありますし、まあ、そのためにもね、やはりこう心身を健康にしておくためにケアの一つとして取り入れていこうかなと思っています。スポーツをやる方なんかは特にね、スポーツ障害の予防改善にもいいようですので、まあ、一般的な腰痛肩こりにもいいですし、気になった方はリンクを、こちらのホームページなどをね、リンクを概要欄に貼っておりますので、チェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you.